塩田温泉は、兵庫県姫路市夢崎町にある温泉。薬湯として知られてきた、塩田温泉と2006年に源泉をボーリングした、姫路夢崎川温泉の2つのスポットで、形成されている。炭酸重層弱食塩繊維用としては、胃腸病、乳湯としては、神経痛に効能があるとされている。夢崎川の上流部に位置し、周囲は、田園風景が広がる。 のどかな立地にある歴史ある温泉郷。ハリマ、姫路の奥座敷として知られたが、現在は宿泊施設は減少し旅館が2軒となっている。また、諸社山の麓の立地から、西国33所巡礼宿としての役割も担っている。諸社と雪彦病部に建てて、沿電姫路の奥座敷と歌われたこともあり、春の桜、秋の紅葉は一見の価値がある。 夏は湯にホタル、冬はボタン鍋などを名物とし、四季折々の山里の自然が満喫できる温泉となっている。かつて松茸の産地であったこともあり、松林も参見される純日本風の風景を醸し出している。また、日本初の世界文化遺産となった姫路城や姫路セントラルパークなど周辺には観光地が多いが、数少ない姫路近郊の温泉地として知られる。 古くから、効能高く引用可能な当事湯として、名声を博し、300年前には当事客があったと記載されており、それ以前の開け湯と考えられている。湯本上野山旅館は明治7年の創業ではあるが、その当時にはすでに数軒の当事宿があり、江戸時代には、針間地域のみならず、淡路、丹波、ただし州、摂津、備前をはじめ遠く、 四国地方からも多くの当事客の訪れがあったという。湯本上の山旅館敷地内には、江戸時代より薬師如来が祀られているが、現在の薬師堂は、地元の有志により1931年に建て替えられたものである。昭和13年には、工房大師像が建立されている。例年4月12日には、薬師堂の祭りが催されてきたが、現在は、塩田温泉。 薬師、筒子祭りに名を変え継承されている。広い庭園の中に立つ湯本上の山旅館。薬師堂などが立つ。湯本上の山旅館 ABC 兵庫の温泉から、旅へのいざない兵庫県温泉ツーリズム、推進協議会湯本上の山旅館。ありがとうございます。